そもそも国ってのがまだよくわからんな。とにかくヒーズルが利用できるなら何でもするんだ。これが罠だったら、やはりイエレナたちの意見を聞くしか、うん、いや、それこそ奴らの思うつぼだろう。一つ確かなことがある。我々は海でつながる世界においてよちよち歩きを始めた赤ん坊に過ぎん。今は黙って耳を貸すのみとしよう。ねえ、その印なんでエレンだけに見せたの？え？だって手首の包帯誰にも見せなかったじゃない。これはその、なんか嬉しそうだな。嬉しいんだよ。私たちは生まれのことで重い荷物を背負う者同士なんでしょ。ミカサが一緒ならこんなに頼もしい人いないよ。本日は両国にとって歴史的な日です。この日を迎えられたのは私たちを引き合わせてくれたジーク・イエーガーの存在が不可欠でした。私どもは彼と密会し、ミカサ様への取り次ぎを条件にある取り計らいに賛同しましたことを報告させていただきます。まずはこちらをご覧ください。これは、あれ、ご存知でしたか。マーレの機密案件でしたが、この立体機動装置はパラディ島で開発された巨人を殺す兵器です。私が個人的に調達したものですのでご安心を。こちらを差し上げます。しかしこの兵器を動かすにはある特殊な燃料が必要です。それを彼らは氷爆石と呼んでいました。未だパラディ島以外では採掘されたことがない未知の地下資源です。その兵器の中にも痕跡が残っているでしょう。ジーク・イエーガーは自分の計画に協力するなら傾いた国家が大国に返り咲くほどの産業を手にするでしょうと提案してきたのです。まだ埋蔵量も調査したわけではございませんのにね。ですがそれが事実なら、この近代化の時代において金銀財宝に等しい資源が眠っておられるのです。私は出汁に使われただけでは。アズマ人は金の匂いに鋭いから交渉はうまくいくってイエレナが言ってたな。やはり儲け話もなしにこの島に来る危険は犯せんというわけじゃな。それでジーク・エーガーとの取り計らいとは一体何でしょうか。ご存知の通り、ジーク・エーガーは秘策があると主張し、それにはヒーズルの介入が不可欠だとしています。こちらは地ならしでこの島を守るために必要な3つの過程です。まず1つ目は地ならしの実験的活用。その力の一部を公開し世界に破壊力を見せつけるのです。2つ目がヒーズルの介入。地ならしが必要なくなるまでこの島の軍事力を世界の水準並みに底上げすることが目的です。そしてその期間における始祖および王家の血を引く巨人両者の継続的な維持、これが3つ目の過程。ジークは獣の巨人を王家の血を引く者へと継承。その者は13年の任期を終えるまで可能な限り子を増やすこと。他の兵器が発達しても地ならしは強力な兵器だ。手放すことができなければ何世代にもわたり継承は繰り返されていく。今私たちが助かるためならこんな解決不可能の問題を未来の子孫たちに残していいのか。いいわけがない。しかし、わかりました。私は獣の巨人の継承を受け入れます。地ならしが我々の存続に不可欠である以上は。壁を破壊し蹂躙された挙句、家畜みてえに子供を産まされ殺されて、やっと生きることが許されるっていうのなら、俺はジーク・イエーガーの計画は到底受け入れられません。地ならしの維持に我々の命運を委ねるのは危険です。残された時間の限り、あらゆる選択を模索するのが我々の取るべき最善策ではないでしょうか。